号砲なって第12レースティアラカップがスタートです。中から前取り4番の久米歌、2番手2番の奥井文、3番手1番の柳原真央。さあ後方から7番の尾形上がって残り2周のホーム、先頭誘導員の後ろには3番の山原です。7番の尾形真央どこまで上がっていくか。3番手車間を空けています。2番の奥井、その後ろに入りました7番の尾形。さあ間もなく勝負の鐘が入ります。さあ前ではもうペースを上げていく3番の山原です。続く4番の久米、その後ろには2番の奥井となった。4コーナーから直線に帰ってきて3番の山原が逃げる体勢、残り1周のホームを通過しまして1センター。さあ3番の山原かかっているか、番手から4番の久米が番手ばくり、その後ろからは1番の柳原、後ろには6番の坂口となった。さあ5番の児玉は苦しいか。4コーナーから直線コース粘る3番の山原ですが、外から1番の柳原、3番の山原が振り切ったかどうか。号砲なって第10レースガールズ準決勝戦1つ目スタートです。大外から前取りは7番の止め直美、2番手5番の野口由美香、3番手上昇していきます2番の尾形真央、誘導員の後ろには2番の尾形、前から3番手車間を空けています1番の山原、後方6番手4番の太田。さあ仕掛けどころはどこか、上昇6番の下昇で鐘を迎えます。前は2番の尾形ですが、3番手から先に行く1番の山原、前でペースを上げる2番の尾形。さあ1番2番のもがき合い、残り1周のホームを通過しました。突っ張ります2番の尾形が突っ張っていく、2番手インコースには7番の止め、アウトには1番の山原、もつれているところを一気に行きます。4番の太田スピードを見せていく、粘る2番の尾形ですが2センター。さあ4番の太田がまくり切って4コーナーから直線コース、4番太田が1着でのゴール、2着は2番7番並んでいます。号砲なって第11レースガールズ準決勝戦2つ目スタートです。内から2番の奥井文香、中からは6番の小林陸を上がっていきます。さあ7番の吉村が中段から上がってきて残り2周のホーム、先頭誘導員の後ろには2番の奥井、2番手インコースには6番の小林、アウトには7番の吉村、その後ろには3番の日野、続く1番の柳原、まもなく打者を迎えます。さあ前は2番の奥井です。このまま踏み上げていくか、6番の小林が2番手、3番手3番の日野真央、ペースを上げている。全開で2番の奥井、残り1周のホーム上がってきました。4番の佐藤、さあ3番手から3番の日野が踏んでいきます。続いていきます1番の柳原、外に浮かされる4番の佐藤、残り半周となりました。さあまくり合戦を制していく3番の日野、大外からは4番の佐藤、4コーナーから直線コース、外から4番の佐藤が伸びる、4番佐藤伸びての1着2着は6番5番並んでいます。号砲が鳴りました。第12レースガールズ準決勝戦3つ目スタートです。中から4番の梅川風子前取り、2番手1番の久米歌、前から4番1番7番3番5番2番6番の体勢で残り2周のホーム。さあ誘導員とわずかながら車間を空けています。4番の梅川、続く1番の久米、さあ3番手には7番の細田ですが、後方から2番の坂口上がってきました。まもなく打鐘を迎えます。さあ2番の坂口が一気に行く、前でペースを上げる4番の梅川ですが、出切った2番の坂口が先頭に躍り出て直線に帰ってきて残り1周のホーム、早めに行きます。3番の児玉踏み上げていく、さあ2番の坂口と3番の児玉もがき合いも、3番の児玉が出切って続く1番の久米で残り半周となりました。3番手には5番の石井となっている、3番の児玉が先頭、続く1番の久米で4コーナーから直線コース、かわしにかかる1番の久米、最後は捉えてか並んでのゴール、3番1番並んでいます。
号砲なって第1回オールガールズクラシック G1 決勝戦のスタートです。外から前取りは6番の吉川美穂、さあ2番手には1番の久米詩、3番手上昇してきます7番の石井博子、6番手3番の佐藤です。昨日はまくり合戦制して余裕をも見せつけての1着、世界を見据えた走りで強さを見せつけていきます。続く7番の石井です。さあ残り2周のホームとなって7番手には7番の石井、洗練された読みで11回目のグランプリへの切符を狙います。さあペース上がってきた。さあ先頭5番の尾形ですが、さあ勝負の鐘が入って2番の児玉が前にできりました。2番手内には5番の尾形、外には1番の久米となる。さあ2番の児玉が力強く逃げていく。残り1周のホーム、続く1番の久米、3番手には5番の尾形となっている。4番の太田がまくり上がってくる。外からは3番の佐藤となった。先頭2番の児玉で残り半周を通過しました。さあ大外一気にまくり上げていきます。3番の佐藤が抜け出した。3番佐藤強い4コーナーから直線コース、3番佐藤が振り切っての1着、2着は6番、3着1番体制。